出てきましたね。そこの信号ちょっと渡っていけば、はい、ボンダイビーチに到着です。もう遠目からでもわかるほど透明度が高いですね。綺麗です。早速ちょっとね、歩いて下まで行こうかと思います。わー、いいですね。なんか思った以上にいいですね、景色がね。中入っててそんないないですね、海ね。でも、綺麗です。今日土曜日なんですけども、土曜日の昼で、思った以上に少ないけど、まあいいですね、これでもね。うん。いやー、綺麗だ、でも、ほんと。うん。早速近づいて、はい、見ます。あそこの周辺がね、すごい綺麗、特に綺麗だなと思いますね。うん。ビーチはもちろん綺麗なんですけど、ちょっとね、下の方まで、はい、行ってみます。で、これね、階段があるんで、ここから、はい、降りていけます。なんか以前はコーナーの関係で、ね、あ、こっちもちょっとね、見てきますね。うん。はい、どうでしょう。で、こっちでね、下の方も行きまーす。結構海までね、この階段があるんですけども、ずーっと沿って入る感じですね。ビーチ行く間にもね、いろんなね、撮影スポットが、はい、あるんで、そこで、はい、見れればいいのではないでしょうか。いやー、綺麗ですね、海ね。とっても、はい、透明度高くて。ただ波もね、ちょうどいい感じですね。強すぎず弱すぎずって感じで。まあ、サーフィンするほどではないんですけど、泳ぐには、はい、いいかなと思います。あと、あちらもね、いいですね。あちらから見るボンダイビーチも綺麗なんじゃないでしょうか。で、ちょっとね、あっちの方にも行ってみようかなと思います。迫力が、はい、あります。いやー、綺麗だな。ちなみにあちらに、はい、プールがありますね。結構オーストラリアね、海沿いにプール結構ありますね。さあ、海水を利用してだと思います。おーおー早速ね、水温をチェックします。今日は気温が今23度ぐらいなんですけど、あ、海水はね、うん、意外とうん、冷たいですね。ひんやりしてる感じです。ぬるいって感じではないですね。うん。あ、でもね、これね、はい。こりゃ、感じなんですけども。いやー、綺麗だな、本当に。あ、結構深いですね。ちょっとね、意外とね、近く見えても深い感じがあるんで、小さいお子さんとかいる方はね、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。砂に関しては、真っ白とかってわけじゃないんですけども、サラサラですね、それでもね。の質感はとってもいいと思います。今11月半ばの頃でも、砂がね、そんな暑くないんで、どこでも問題ないですね。まあ、これからちょっとね、夏とかね、もっと暑い時期になるとわかんないんですけども、少なくとも今の時期は大丈夫です。このビーチがいっぱいになるほど人がたくさん来るそうですけども、なんかね、やっぱりコーナーの関係ですかね、そこまで、はい、グレネルグビーチのアデードのところの方がもっと多かったんで、うん、言うほどではないかなって感じです。でも逆に、ね、この時期は、はい、いいですね。砂も熱くないし、はい。ただね、海水がちょっとね、気温低いんで、温度が低いんで、ちょっとね、そこは、気をつけてほしいかなと思います。まあ、海ばかりに注目されがちなんですけども、こちらのウォールアートもとってもいいですね。ここの、壁のところに沿ってずーっとあるんですよ、ウォールアートが。で、これアボリジンの、これすごいですね。めっちゃリアルだ。で、こういう感じで、はい。ずっと流行ります。もちろんね、海もね、もちろん綺麗です。ただこっちのね、ウォールアートも、はい、なかなかにいいですね。全部 手書きで、はい、一つ一つ違うんで、こういうの好きな方は、はい、楽しめるんじゃないでしょうか。海とは別に公園っていうんですかね、あるんで、ベンチとかもあるし、ここで見るっていうのもちょっとです。で、結構こっちの方意外と人多いですね。うん。で、あっちの方は、はい、すごい人がいっぱいいるんですけど、多分ね、駐車場が近いからですかね。だから人が向こう多いのかな。とりあえず向こうも、はい、行ってみます。このボンダイビーチの、はい、中心のところなんですよ。ちょっと見ていただければわかると思うんですけど、ボンダイビーチ自体はそんなに大きくないですね。まあ、日本で言うと逗子海岸ぐらいの大きさですかね。うん。でもまあ、砂の質とか海の透明度とかはまあ比較にならないんですけども。まあ、こういう感じです。なんかあっちの方が結構人いるんですけども、なんだろうな。うん。とりあえずじゃあもうちょっと向こうの方も、はい、ちょっと覗いてみようかなと思います。で、ボンダイビーチ、この橋の方なんですけど、まあ、柵っていうんですかね、に囲まれてる
あの、海があるんですよ。まあ、海、まあ、海って海なんですけど、これだと波が全然ないんで、あの、お子さんたちとかに、ね、入っても安全なので、あの、結構ね、作られて、あの、設備がね、いいですね。こうやったらね、あの、こっちの方の海はちょっと波強いから、ちょっと危ないなと思うんだけど、そこだったら、はい、全然大丈夫ですもんね。あの、囲まれた、なんかプールがあるんですけど、ここもね、ちょっとね、あの、安全ですよね。まあ、これちょっと大人が入ってるんですけども、ここも、はい、波が、はい、穏やかで、何かあっても、あの、なんか、岸の方に、向こうの方に行くこともないし、安全だと思います。安全のことは考慮されてるなっていう印象がありますね。ちゃんとあそこも、手すりとかもついてますし、はい。あとお子さん連れとかでも平気ですし、あの、大人とかでも安全で遊べるっていう感じはしますね。はい。すごくいいと思います。ビーチのね、ちょうど、まあ、反対側のところにある高台の方で撮影してます。あちらの方もビーチありますね。今回、あの、また戻って向こうの方の何個かあるんですよ。そのビーチも行こうと思ってます。いやー、すごいですね。結構、街っていうかビルですかね、建物が延々と広がってます。なかなか、まあいい景色ですね。トレイルを進んできます。ちょうどね、向こうの方を、はい、目指していけたらいいかなと思います。まあね、ちゃんとね、階段とか手すりもあるんで、はい、安全ですね。まあね、結構至るところでね、あの、写真映えっていうんですかね、フォトジェニックなところが多いんで、歩くたびにちょっと感動しますね。向こうの方行くのもあるんですけど、今回ちょっとね、そっちの方行きます。いやー、いいですね。個人的にいいなと思ったのは、この変形した岩ですよね。岩とかね、波打ち際がね、とっても、はい、いいですね。すごく、はい、ロマンを感じます。あそことか特にいいですね。うん、素晴らしい。屋根みたいになってますね、ここがね。すごい侵食されてこういう形になってるんでしょうけど、なかなかいいですね、こういうのも。これとかもすごい。なんかね、本当に、これは多分何十年も、まあ、100年ぐらいですかね。結構長い間かけて、こういう侵食してこういう形になったと思うんですけど、いや、こういうのもいいですね。すごい。なんかオーバーハングじゃないけど、なんかね、そこに動物とかがいそうな感じが。いやー、いいですね。すごい。うん。多分ね、この海で、砂浜の方行くよりも、こっちの方がね、多分楽しめる人多いんじゃないでしょうかね。個人的には、はい。ただね、ちょっと危ないんでね、入るときはぜひともね、マリンブーツとかね、靴で行くのをお勧めします。